さんこんにちは、かよです。今回はディオールの縛りメイクをね、雑談しながら撮っていきたいと思います。はい、では早速始めていきます。まず下地がディオールスキンフォーエバー&ウェバーベース001番のユニバーサルっていう下地を使っていきます。結構これも使ってて肌色っぽい感じのこんな感じの色です。で SPF もねしっかり入ってるので、夏でも SPF20 か入ってるので、まあ夏でも使えるかな。あんまりこれは消しテカリ防止下地っていう感じでもなくて、でもだからといってすごい折れやすさも感じないし、割とちょっとしっとりしてるぐらいですね。なんかサラッとするようなタイプではないかなっていう感じです。匂いはね無臭なので、いやでもちょっとだけいい香りするかな。でもちょっとだけなので、あんまりね匂いがついてる化粧品下地が好きじゃない方はいいかなと思います。はい、ディオールのディオールスキンフォーエバーフルイドリキッドファンデーションの011番のカラーです。これは SPF35PA3+ 入ってますね。さっき20だったから合わせたら50ぐらいになるんですかね合わせるもんじゃないのかなこういうのって。でこれはね結構カバー力がすごいあっていいです。いいんですけど、セミマットな感じなので、全然ツヤ肌が好きな方とかは好きじゃないかなと思います。本当カバー力はすごくあります。でなんか濡れてるスポンジとかで伸ばすと結構ね、なんだろう、ムラになっちゃうわけじゃないんですけど、なんか普通に手で伸ばした方が伸びやすいっていう印象ですね。なんでなんだろう。そうだからスポンジで伸ばすの好きなので、ついついスポンジとかで伸ばしちゃうんですけど、この子に関しては割とね手で普通に伸ばしてあげることも多いです。本当こう手で伸ばしてても置いた場所にこう張り付いてる感じっていうか、本当カバー力ありそうな感じです。下地はね別に補正力はないんですけど、ファンデーションがね本当に色をねすごく上げてくれるのでいいですね。次眉毛がディオールショーブロースタイラーの001番ユニバーサルブラウンっていうアイブロウペンシルを使ってきます。これねすごい芯が細いくて繰り出し式なので描きやすいです。でこっち側にねちゃんとブラシもちょっと細めのブラシがついてるので溶かせるしいいかなと思います。結構ね気づいたらねディオールは縛りメイクができるほど増えてましたね質感がいいものが多くて、パッケージもねなんかすごいこう大人っぽくてかっこいいスマートな感じのものも多いですね。眉山を描くのが難しくて、まあでもなんか目が涙出てきた。じゃあこんな感じでこっちでね溶かしていきます。はい、こんな感じです。なんかさっきからこっちの目から涙出てくる。何？痛くはないか。このディオールショーボールドブロー021番ミディアムっていうアイブロウマスカラを使っていきたいと思います。こんなアイブロウマスカラもなんかこうかっこいいスマートな感じでいいですよね。でもね結構薄付きでプチプラのアイブロウマスカラ、キスミーとかの方が発色っていうかこう毛が本当に茶色になる感じはありますね。こっちはね若干塗っても黒いっていうか気持ち程度的な感じなので、そうだからこれを買ってからも結構キスミーとか使っちゃってたんですけど、でもねこれのいい点はすごいねこの塗るヘッドがちっちゃいんですよ。だからすごいこう形に沿ってつけやすさはすごくあるなと思います。はい、こんな感じです。ではアイメイクやっていきたいと思います。まずはじめにこのねディオールスキンルージュブラッシュっていうチークなんですけどの459番っていうこのベージュブラウンオレンジみたいなこう絶妙な可愛いカラーを持ってるので、これをねアイホール全体にのせていきたいと思います。この色をねちょっと今回主役っていうかメインいっぱい使いたいのでのせていきます。はい、こんな感じです。じゃあ次にサンククルールアイシャドウの867番っていう定番で売ってるこんな感じのカラーを使ってきます。まずここを使います。はい、こんな感じです。次にここのカラーを使ってきます。つけすぎ注意なので少しずつのせてきます。こんな感じで両サイドから塗ってあげます。
はい、こんな感じです。で、少しねここのカラーを塗っけてあげます、真ん中に。でもね、真っ白になっちゃっても怖いので、ちょっとだけね。はい、こんな感じです。はい、でパウダーをね、ちょっとこのタイミングなんですけど、ディオールのパウダーのせたいと思います。これがディオールスキンヌードエアーパウダーコンパクトっていうフェイスパウダーで、ハイライトとかねチークっぽいカラーもねここから出てるんですけど、私は本当にパウダーとして使うシンプルなナチュラルっぽいカラーを持ってます。これすごいカバー力っていうか、カバー力っていうか何ですか、セット力があっていいです。でもマットなのでツヤを求めてる人は違うかなと思いますけど、私は1回セットさせてからツヤ肌に見せるようなハイライトとかをのせた方が好きなので、しっかりとセットします。こんな感じです。なんかこれケースが可愛くて、中もね、ちょっともう見えなくなってきてるんですけど、文字が書いてあって、ディオールの、それがすごい可愛いです。じゃあマスカラしたいと思います。そういえば最近秋冬のコーディネート提案の動画を久しぶりにね、ファッション動画を出したんですけど、どうでしたかすごい撮影はね、時間はかかるんですけど、前回洋服のねコーディネート撮った時よりも楽しかったです。なんか一人でロケハンして、なんかいろんな場所で撮ったりしてて、一緒に撮ってくれる仲間ができたら楽しいんですけど前回よりもパワーアップしたかなと思います。またねタイミングがある時に、冬のコーディネート提案とか、あと購入品がある時に購入品でコーディネートとかで動画撮りたいなと思ってます。なんか洋服の動画とかって、メイクの動画よりも凝ろうと思えばいくらでも凝れるっていうか、こうPV みたいに作ったりとかいくらでもできるので、そう、説明とかあんまりね入れないでかっこよく作りたいなとか思って、いろいろ凝ってたら前回よりも成長した感じになりましたディオールのね下地、私マスカラ下地持ってるんですけど、これね、でもねこれね全然カールキープ力ないし、ボリュームはちょっとボリュームは出るんですけど、全然カールキープ力がなくて好きじゃないんですよ、これ。でこれ私美容液としても使えるものらしくて、美容液としてはたまに気が向いたらね使うんですけど、そうだから寝る前とかに寝るようにしちゃってて、普段はね使ってないので、ディオール縛りメイクだとすれば嫌でもこれを使うべきなんだと思うんですけど、ちょっと今日はねこの下地だけファッションを使いたいと思います。すいません。これ使った後にこっち塗ってっていうのでもいいんですけど、あんまり意味ないのでね。そう、縛りメイク、気に入らないものも使わなきゃいけないのかなとか思ったんですけど、ここは素直にこっちでいきたいと思う。これ本当に安いのにちゃんとカールキープ力あるし、ボリュームも出るし、大好きです。なんかケイトのやつも使ってたんですけど、私あれ使うと目が腫れちゃうんですよね。なんか充血したりとか何回かしてて、よく入っててそれで腫れちゃうんですけど、そうだからこっちはね入らないし痛くないから使ってます。私の塗り方の問題だと思うんですけど、ちゃんと丁寧にこう塗ってれば目に入んないかもしれないんですけど、結構サッ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 ってやってて、グサッて刺さって痛ってなってっていう、はい、完全に私が悪いですねでも入った時にこれは痛くないんですよ。で向こうはなんかめっちゃ痛いんですよね。なんでだろう。はい、皆さんはマスカラ下地を丁寧に塗りましょうねで乾かしてる間にチークさっき使ったこのお気に入りの、むしろこれしか持ってないんですけど、ディオールスキンルージュブラッシュチークカラーの459番を使ってきます。これをシェーディング風にね横にふわっとのせます。このね付属のチップもすごい好きで、ディオールって付属のチップもすごいいいんですよね。アイシャドウのチップも好きで、はい、こんな感じで横に結構塗りました。シェーディングとハイライトはこのディオールバックステージコントゥールパレットの001番を使います。これでシェーディングね、シェーディングは上の2段がラメが入ってて、下の2段がラメなしなんですよ。なので基本シェーディングはこのカラーなんですけど、はい、このカラーを使ってやっていきたいと思います。上と混ぜたりしてもいいんですけどね。すごい使いやすいし、粉も好きだし、色もね意外と使いやすいカラーで馴染むので、ピンに濃すぎなくて使いやすいです。でも硬いブラシで触ると結構粉飛びするので、柔らかいねブラシで取ってあげた方がいいかなと思います。
思います。私はおでこが広いのでたっぷり使います。はい、こんな感じ。モーズシャドウも同じところで入れてきます。モーズシャドウは私は上だけちょっとこうやる感じが好きですね。下までがっつり入れちゃうとすごい描いてる感がすごくて、あと鼻の下。ハイライトはここの一番明るいカラーを塗ってきます。でハイライトも最近は結構ね、あの部分部分でこうのせちゃうのが好きです。本当に光らせたいとこだけに塗る、はい、でもねそんなこれはラメっていう感じじゃないので非常に馴染みます。ギラギラが好きな人は多分好きじゃないかもしれない。はい、こんな感じ。程よい感じですよね。キラキラじゃないので、まあね、本当は私はもうちょっと唇の上とかギラギラさせるのが好きなんですけど、縛りメイクだから我慢したいと思います。はい、じゃあマスカラが乾いたので、マスカラはマスカラディオールショーアイコニックオーバーカール090番オーバーブラックっていうブラックカラーを使いたいと思います。ディオールはね、あんまりね、マスカラは私すごいね、買ってみて気に入ったっていうほどでは正直ないんですけど、まあ、このブラックはね、普通に下地がしっかりしてればいいかなっていう感じです。すごいね、ロング力はあるかなとは。ボリュームっていうよりロングっていう感じですかね。アファ力は両方欲しいんですけどね、なんかロングもカールキープ力も欲しいですね。こんな感じです。結構普通に上がってますよね。ディオールのラインもね持ってたんですけど、赤いやつ。今日はね赤のラインっていう気分じゃないので、サンククルール617番ラッキースターのこの黒っぽい色でラインっぽく描きたいと思います。茶色とか黒とかの定番カラーのディオールのアイライン持ってなくて、でもディオールのアイラインめちゃめちゃ好きです。すっごい落ちにくくて好きですね。はい、こんな感じで気持ちラインっぽくきました。でリップがまずこのディオールアディクトリップティント771番を塗ります。まあ、このティントね、海外コスメ並みにめちゃめちゃっていうわけではないんですけど、色も好きだし香りもいいし気に入ってます。でも私この1色しか持ってないんですね、このシリーズで。乾かしてあげてから乾かし方キモみたいな。乾かしてあげてから一回ティッシュオフしてなじませます。一回ティッシュオフするととっても定着します。これぐらいしかもう取れなくて割とねくっついてくれるので。でベースを作ったらこのお気に入りのディオールアディクトラッカースティックの620番ポイズナスっていう色を上から重ねて塗りたいと思います。はい、これで完成です。ではね髪の毛とか準備してまた戻ってきたいと思います。じゃあね。はい、ということで戻ってきました。こんな感じで完成です。やっぱりハイライトはね微妙ですね。もうこれでねこのメイクは終了なので、ディオール縛りメイクは終了なので、ちょっとね付け足したいと思います。フェンティビューティーっていう海外のコスメのこのハイライトなんですけど、いきます、全然違うと思います。こことかこの輝きとか、あと鼻の上この輝き、なんかこことかこことかこことかは光らせたいんですよね。他は別にいいんですけど、そうだからこの輝きがはい、ちょっと足りなかったかなっていう感じはしましたね。これはね読めないんですけど、フランスで買いました。でもね基本的にディオール のコスメたちはみんなどれも良くて、特に私はアイシャドウが好きなんですけど、粉物もねいいし、あとはやっぱリップかな。リップもとてもブラウンとか、あとは落ちにくいカラーとかも多いので、このねポイズナスっていうカラーは割と最近数ヶ月以内に買ったんですけど、このブラウン系すごい好きで、こんな感じのブラウンなんですけど、ツヤ感もあってすごく好きです。さっきね下地に塗ったこのこっちのティントの方はちょっとローズ系のカラーなんですよ。こんな感じのローズレッドみたいなカラーなので、これを初めに塗ってから一回ティッシュオフしてこっち塗るとブラウンすぎないというか、ちょっとローズっぽさ、赤みもプラスされて、よりなんか女の子らしいブラウンになります。この子はねこう下地として使うのが好きです。はい、という感じで今回はディオール縛りメイクをしてみました。今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。